アダムス a to z ウェビナーシリーズ作業ロボットのモデルを作ろう第9回を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は第9回発展編その2ということですが、どのような内容になるんでしょうかはい。今回は気候モデルと制御モデルの連携を実現するアダムスコントロールスについてお伝えしていきたいと思います。 まずは、アダムスコントロールスの基本的な使い方を確認するために、アダムスとマトラボシミリンクを接続する連成解析の実行手順を見ていきます。それから、アダムスコントロールスを使う上で、よく発生するトラブルと、その原因や解決方法をご紹介します。というわけで、まずはアダムスコントロールスの基本的な使い方を確認していきましょう。 アダムスとシミリンクの制御連成をするための作業手順はだいたいこのような感じです。前半の作業は第7回で扱った内容に近そうですね。はい。今回も状態変数を使っていきますので、状態変数って何だったっけという方は、第7回の内容も合わせてご覧ください。今回はいつものロボットモデルをベースにして、制御モデルと連成するためのモデリング作業をやっていきます。 最終的に実現したいのは、このような気候制御連成シミュレーションです。アダムスからは関節の角度を出力して、シムリンクで計算したトルクをアダムスに与えるというつなげ方ですね。はい。この入出力の内容をまずは定義していきます。さて、出力変数の定義ですが、アダムスからシミリンクへ出力したい情報を状態変数として定義します。変位や速度。 加速度などが代表的な出力かと思います。制御モデルから見ると、制御対象プラントからのセンサー情報ですかね。はい、そうなりますね。今回は、ここの回転ジョイントの角度を出力したいと思います。状態変数を作成していきましょう。エレメントタブを開いて、こちらのアイコンをクリックします。名前は何でもいいですが、後で見つけやすいように、 必ず VAR から始めるようにするなど何かルールを決めておくといいですね。回転ジョイントの角度を取得したいので、まずはジョイントの I マーカーと J マーカーを確認しましょう。これを使って AZ 関数を書いてあげれば、角度が状態変数として取得できます。これが出力になるわけですね。はい。次は入力変数の定義です。 入力変数も状態変数として作成します。こちらも名前に関しては分かりやすいように工夫しておきましょう。関数の値は0のままで OK です。後ほど連成解析を実行する際に、シミュリンクから受け取る値で更新されることになります。でも、これだけだとシミュリンクからの値を受け取るだけで、アダムスの気候モデルには特に入力されない。まあ、つまり運動には影響しないという状態ですよね。 はい。ですので、この状態変数をフォースやトルクとして気候モデルに反映してあげる必要があります。第7回でも登場したバーバル関数を使うことによって、状態変数の値をフォースやトルクの関数に持ってくることができます。今回はタレットを回転させるためのトルクを制御したいので、まずはトルク要素を定義します。特性をカスタムにしておくといいですね。 Y 方向がタレットの回転軸と一致するので、Y 軸周りのトルク関数にシミュリンクからの入力値を反映しましょう。バーバル関数を使ってこのように書いてあげます。次はプラントの入出力の定義ですね。はい。この手順は省略することも可能ですが、後の作業が楽になりますので、今回はやっておきたいと思います。うん 入出力変数が多い場合は特にやっておいた方がいい手順です。エレメントタブを開いて、プラント出力のアイコンをクリックします。名前はわかりやすく変えておきましょう。変数名には出力紙として扱う状態変数を指定します。右クリックメニューから必要な変数を選択しましょう。出力変数が複数ある場合は順番に選択して追加したり、 ブラウズからまとめて追加することもできます。変数名に指定する順番は気にしなくてもいいですかここで指定した順番がシミュリンクと接続するときの信号の順番になるので気をつけておいた方がいいですね。後の手順で並び替えも可能ですが、プラント出力定義の時点でやっておく方が間違いないです。変数名は追加した順番に並んでいきますが、 もし順番を変更したい場合はテキストボックス内で名前を移動してあげれば OK です。では OK をクリックしてプラント出力を作成しましょう。プラント入力の作成はほとんど同じ手順です。こちらも入力が複数ある場合は変数名の順番に注意しましょう。ではプラントの書き出しをやっていきましょう。 プラントの書き出しって何のためにするんですかマトラボシミュリンクモデルにてアダムスモデルを使うために必要となるファイルを書き出す作業です。アダムスソルバー用のモデルファイルとマトラボで使うための M ファイルなどが書き出されます。プラグインタブを開いてアダムスコントロールズメニューのプラントをエクスポートを選択します。ファイル名は任意ですが 制御連成用に書き出されるファイルであることが分かりやすい名前にしておくといいでしょう。初期釣り合い解析の設定は、制御連成シミュレーションを開始する前に、アダムスモデルで正解析を実行したいかどうかの選択です。今回は、はいにしておきます。入力信号、出力信号には、アダムスとシミュリンクでやり取りする入出力変数を指定します。 さっき作成した状態変数ですね。はい。ここを右クリックして、一つずつ順番に指定することも可能ですが、プラント入出力が定義してあれば、このボタンから選択することで、一気に選択することができます。今回は入力信号が一つだけなので、あんまり作業の省略にはならないですね。そうですね。信号が多いほど、ここでの作業が楽になります。 ちなみに、プラント入力の定義内容から変数の順番を変えたい場合は、ここで動かすことも可能です。順番を移動させたい変数名を選択して、上下アイコンをクリックすると順番が変わります。出力信号の方も、プラント出力を使って同じように定義しましょう。対象ソフトウェアは、今回の連成対象であるマトラボにしてください。 他の対象ソフトウェアもあるんですね。はい。EG5 と連生したい場合、あるいは FMU として対応ソフトウェアと連生したい場合でも、プラント書き出しまでの手順は全く同じですので、必要に応じて切り替えてください。では、OK をクリックして、プラント書き出しを実行します。作業ディレクトリに ADM ファイルや M ファイルなどが書き出されていれば大丈夫だと思います。次はアダムスプラントと制御モデルの接続ですね。はい。ここからはアダムスビューは一旦脇に置いておいて、マトラボでの作業となります。マトラボを起動したら、先ほどのアダムス作業ディレクトリをカレントディレクトリにしましょう。書き出された M ファイルがあるはずですので、 コマンドウィンドウで実行してください。何か情報が出力されましたね。入出力信号の内容ですかはい。先ほどプラント書き出しで指定した入出力の内容が表示されるはずです。念のため、正しい内容かどうか確認しておきましょう。では続けて、アダムスシスというコマンドを入力してください。 シムリンクモデルが出てきましたね。はい。このモデルにあるオレンジ色のアダムスサブがアダムスプラントとして利用できるブロックになっています。このブロックがさっきのロボットだと思って制御モデルの入出力をつなげてあげればいいってことですかね。その通りです。今回は適当に作ったこの制御モデルを使いたいと思います。アダムスサブブロックをコピーして、 制御モデル側で繋いであげれば、これで気候制御連成モデルが完成です。シミュリンクモデルの計算を実行すると、自動的にバックグラウンドでアダムストルーパーが起動して、マトラボとやり取りをしながら、先ほどのロボットの計算をやってくれます。シミュリンクで計算結果を確認するとこんな感じです。 これが目標角度で、こっちが実際の角度ですかね。確かに制御できているっぽいです。連成解析で得られたリザルトファイルをアダムスビューにインポートすれば、気候モデルのアニメーションも確認できます。ひとまず、無事に制御連成ができたようですね。ここまで、基本的なアダムスコントロールスの操作手順や、制御連成に必要なモデリング内容を確認してきました。 さほど難しい内容はなかったのではないかと思います。あっさりと制御連成ができてしまいましたね。はい。ただ、実際には制御連成がうまくいかない、エラーになる、というケースが多いのではないかと思います。というわけで、後半は制御連成モデルでよくあるトラブルと、その解決方法、注意点などを見ていきたいと思います。